どうも、そばるです。今回は今、ツイッターや SNS で話題の、任天堂ホーム部ブチギレゲーム、ファイナルソードをやっていこうと思います。このゲームね、なぜ話題になってるかっていうとね、ゼルダの伝説の子守唄だっけ？その曲をね、BGM として一部使ってるらしいのよ。で、それでさっきも言った通り、任天堂ホーム部ブチギレで、この E ショップから消されました。ということで、今回ね、このファイナルソードをやっていこうと思います。最高。安定のユニティよ。だいたいこういう問題のゲームってユニティが生みの親なんだよな。ユニティかわいそうだけどね。個人制作のもと作られるから。ローディング長くねって。もうすでにローディングちょっと心配なんだけど、そんなにハイスペックゲームなのか。ちょっと楽しみだわ。さあ、開きました。ファイナルソード、英雄の誕生。ちょっと待って。俺これさ、見たことあるんだけど、この風景。この騎士がさ、崖っぷちに立ってなんか遠く眺めてるやつ、これさもうここからゼルダ要素ない？いや、このねファイナルソード早速やっていきましょう。初めから名前を入力してください。よし、じゃあこの名前でいこうか。リンクスタート。ちょっと待って、おい、グラフィックどうした？ダメだろ、このグラフィックは。いや。おい。父さん、モンスターたちの襲撃が激しくなってきます。大変なことになったら、村の外には出ずに気をつけろよ。母さんを治す薬草を僕が必ず手に入れてきます。急に。おい、急にストーリー始まるな。モンスター、急に。こいつがなんか勇者、こんなスタート早いんだね。母さん寝ちゃってるよ。こいつが右が主人公のリンク。母さんはすぐに良くなるからもう少しだけ辛抱しなさい。私の心配しないで、絶対に危ないことはするなよ。わかった。そんな手合わせなくてよくない？それ死人じゃないんだからさ。さあ、もうダメだ。もうこの段階でスイッチで出しちゃダメでしょ。最先端ゲーム機器で出しちゃいけないレベルのグラフィックしてるよこれ。プレステーション1とか2とかそのぐらいよこれ。おこれあれ回避か。で、これなんかないのか。はい。で、アイテムとか装備とかちゃんと、しっかりしてるね。結構ある。魔法とかも打てんの？すげえ。ただ全てをグラフィックが台無ししてんだよな。門を開けて入りますか。オッケー。おー、すげえ。これオープンワールドじゃん。繋がってる。すげえ。これオープンワールド感すごいわ。この人かな？これが？これ誰だ？長老か。よく来たな。何の用じゃ。モンスターたちはなぜ？ちょっとこれ聞きたいわ。最近モンスターたちの数が増えて、人の行き来が途絶えたんじゃよ。あ？どうして増えたんですか？それがわからんので、キングダムに尋ねている状態じゃよ。ああ、そういうことか。状況は結局わからんってことか。ちょっと母さん心配だから薬もらおうぜ。母さんの病気は神秘の薬草を見つけなければ。はい。神秘の薬草ですか？その薬草はどこにありますか？でも村の外はとても危険じゃ。なんかその A を答えてほしいのに、なんか次の B を答えるのやめてくんね。うむ。神秘の泉で発見されたと聞いたよ。ほう。じゃが最近はそこまで行く人はおらんぞ。ありがとうございます長老様。行ってきます。お主気をつけるんじゃぞ。なるほどね。ここから冒険が始まるのか。父さんと話そう。なるほどね。まずじゃあ村に出る前にお父さんに話してちょっと出ていきますよって伝えるのね。よし、このまま行っちゃおうか。門ではないけどな、ドアなんだよな。どこかから帰る、ん？待ってね、俺ちょっと目が悪いからさ。どこかから帰る道か？あ？待って、どういうこと？どこからが、なんかちょっと文章おかしいね。神秘の薬草を見つけなければなりません。神秘の薬草だって？長老様が教えてくださいました。神秘の薬草があれば母さんの病気は治るんです。ダメだ、外は危険だ。私はもう大人です。モンスターが最近とても増えているな。自信があります。心配しないでください。おお、頼もしい。うむ。このお金を持っていけ。多くはないが、これで武器を買え。お、来た。やっと武器要素だ。行ってきます。よし。じゃあ武器を買おうか。10ゴールドゲットしたね。いいね。このフリーゲーム感よ。これさ、俺すごい後悔してるんよ。みんな、このゲームいくらで買ったと思う？2000円よ。2000円でダークソウル買えるんよ。セールで。このゲーム買っちまったよ、俺2000円でよ。これ武器屋感強いね。さあ、武器を買おうか。
いかがなさいますか、武器を買おう。お、狩人の剣。いやこの10ゴールド待って安いな。10ゴールドしか俺もらってないんだけど、そういえば。じゃ狩人の剣でもうレベル上げていくしかないよ、これ武器で。1個本当に購入しますか。うん、どうした。ここだけさ UI が新しいんだけど、うん、買う、確認、買います。なんかすごい課金したみたいな UI だったけど大丈夫かな。お買い上げありがとうございます。他に必要なものありますか。買える、もしかして。これは今在庫ありません。1本しかないの。ありがとう、またお越しください。さあじゃあ外に出たいが、それよりなんかちょっと街見ていいか。だいたいさ、あの街の中って壺ぶっ壊したらお金が出てくるなんてよくあることだから、門を開けてちょっと部屋探していこう。お、なんだこいつ、占い師。あ、話せないんかい。あ、ここで話せんの。ああなるほどね、人に話しかけるんだったらちゃんとテーブル挟めと。商売人だね、しっかりと。見慣れない男、お前魔法に興味あるか。見ない方ですね、旅の方ですか。ふむ。あ、教えてくれないんかい。こいつは、ここはビールがめちゃくちゃうまい。小僧、俺がどこに住んでいるか知ってるか。2階の家、クリームおじさん、わからないんですか。そうそう、俺はおおらかなんで村を、ん、俺はおおらかなんで門を閉めて外に出ない。でもこっそり入るな。時々泥棒が入ってる気がする。大丈夫この人の文脈壊れてない。神秘の水に行くといい薬草と綺麗な花を手に入れることができる。ほう、最近巨大なモンスターが出没するとなってて、俺は見たことないけど、もし現れたら一目散に逃げる。はい、わかりました。なんかすげえ、グッデイグッデイ。あ、なんか海外かぶれがいんな。よく来たな、お前はもう大人なんだな。剣を使うとき、お、弱攻撃と強攻撃がある。ほう、強攻撃は敵にダメージをたくさん与えるが動作が遅くなるぞ。はいはいはい、あーすごい。なんかもうなさそうか、あんまりこの辺りは。こういうさ高床式の家とかに、あーあー入れねえわ。あー入れねえ。探す余地なしだね。武器屋と薬草屋さんしかなさそうだね。この薬草もちょっと見とくか、何があるか。うん、ええ、んは、え、しゃべる。薬草を買うことが許されてませんこのゲーム。え、待って、一瞬出た、一瞬出た、一瞬出た。ちょ、判定が厳しい、判定が厳しいこのゲーム。はいはいはい、あ、なるほどね。でこれで薬草を買えると。ただお金がないからやっぱりちょっと貯めないといけないね。モンスター倒しに行こう。お、なにこれさ、え、完全にオープンワールドじゃん、すげえ。ここだけすごいわ、オープンワールドっていうのが。敵いなくね。ノーレル平野、はいはいはい、あーなんか出てきた。え、待って俺、待って俺素手なんだが。剣どこ、剣どこ、あった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 、ここね。はいはいはい、これで装備を、あ、オッケー、装備するよ、装備しよう。オッケー、来た、剣あった、剣あった、よしよし、抜刀。あーな、え、何あれ。スライム、あれがなんかさ、俺見覚えあんだけど、あのスライム、なんかこの緑のスライム特にそうなんだけどさ、ノバマン三周するんだけど、すごい。それかおでんくん。よし、じゃあこいつ倒そう。いや、ちょ、よしよし、これで切り飛ばす。オッケー、あ、意外と簡単かもしんないけど、なんか今のさ最初の攻撃、ちょっとこいつバックステップ早くね。いやー、もうちょ、は、早いんだけど。待って待って、やばいやばい、たくさん来た、たくさん来た。待ってさ、序盤に出てきていい敵じゃ、痛い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 、強いな、ちょっとちょっと強いな、なんか序盤に出ていい敵ではないと思うわこれ。こいつなら強攻撃でゴリ寄せんな。オッケー、スライム確保、経験値を貯めていくよ。でもゴールド1なんだよな、安いわ。10体倒してやっとあの剣手に入れるって感じか、大変だわ。ちょ、レベルアップがダサい。防御力、あ、すごいすごい、攻撃力があった。だけどね、あの、この、ダメよ。最新ゲームで。いろんなゲーム世の中に出てきてるのに、今のレベルアップのテキストはダメ。ちょっと待ってね、操作が下手くそすぎる。あ、まずい。痛い痛い痛い、あ、帰ろう。帰る、危ない。危ない。ちょっと起き上がりはやめようぞ、起き上がりは。いやー、通れないんかい、ここ。通してくれよ。この下。もしかして寝る感じか、ここは。
ここ村長ハウスだっけ。あ、いや、こいつじゃねえんだよな。まあ、もしかして、あ、待って、ベッドだ。多分ベッドだ。ベッド寝れるわ。あ、なんか本がある。あ、ダメだ。ダメだ。寝られねえ。お祈りしていきますか。私、お金取られない。いや、お金取られないな、多分。取られないことを祈ろう。さあ、回復するか。いつもあなたにご加護あらんことを。お、来た、回復した、回復した。はい、なるほどね、教会か。オッケーオッケーオッケー。なんか教会イコールさ、仲間を復活させるっていうイメージの方が強かったからさ。やべ、強そうなやついるんだけど、すでに狼いるわ。大丈夫、いけるかこれ。あー、なるほどね、いきなり食いかかってくるタイプね。オッケー。あー、まずいぞ、集団できてる。なんか群れを呼ぶっていう習性があるのか。レベルアップきたー相変わらずダサい。レベルアップのフォントがダサすぎる。オッケー、レベルアップ。ビッグブリッジ、さすがに流れないか、これ。ビッグブリッジャー、よかったよかったFF にも喧嘩売ってるかと思ったわ。あ、待って、宝箱ある、来た。よし、じゃあこの宝箱あげちゃうか。ほう、何が入ってるんだ。薬草1個。こんな豪勢な宝箱に薬草が1個。ちょっくらスライムとか狼買ったから装備整えようぜ。もう少し整えてもいいでしょ。80ドルも貯まったんだぜ。この兵士の鎧と兵士の盾を購入しよう。おお、すげえかっこよくなった。あ、宝箱がある。さあ、何が入ってる。あ、お、来た、神秘の泉。いやー、ボス集してんな。こっから行くか。おおすげえ、やばい、このゲーム水の表現がある。すげえ、今までのチープなグラフィックから急に水の表現来たんだけど。あ、でもちょっと重いちょっと待ってて、いや、重い重い重い。処理落ちしてる、処理落ちしてる。大丈夫これ、最適化されてないよ、こんなプレステーション1みたいなグラフィックなのにすげえ重い、ここここすごい重いあ、ここ軽い。この不思議な草、これが神秘の薬草だね。ちょっと もらっていこう。もらってすぐ帰ろうぜ。あ、そこから出てくるのそこ、うわー、なんだこれ、すげーフィギュア感すげーフィギュア感あるよ。これ帰ろうか。あいつには勝てないよ、あんなフィギュア感ある光沢としているモンスター。倒せないよあれ、このまま帰れちゃう帰れるんかい。だ、ちょっとあんま処理落ちしてるところでは戦いたくねえな。さあ、来い。オッケー、そういうパターンね。あー、踏み潰すっていう攻撃あんの。オッケーオッケー。よし、これで切って切って切って、回避。オッケーで、切って切って、あ、待って、ちょっと待って。え、体力の減り遅くない。で、これで避ける。あ、なんか意外と簡単かも、これ。あー、痛い。うわ、すげえダメージ食らった。いいパターンだわ。痛い痛い痛い。念には念をね。薬草で回復して下がる。 あちょっと、死んだんだけどおい、直前のセーブ状態までの思います。オッケーオッケー。あ、でもこれは優しい。直前のセーブ状態ってどこかちょっと覚えてないけど。あー、ここね。オッケー、理解したわ。ちょっとレベル上げよう。あのね、非効率的すぎる。レベルを上げて物理で殴ります。ソバルトはひたすらレベルを上げる。スターとかでも効果あんのかな。あ、ほらほら、これで、これで気絶させて殴り飛ばすと。あ、なんか溜めてる溜めてる。オッケーオッケーオッケー。あ、なるほどね、これで溜めて溜めて切り落とす。むずいほーっと、いやー、すごいすごいすごい。なんでこんな湧いてきてるん。そう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 。よーし、買うぞ。兵士の剣、ゴミ剣とも、おさらばよ。よし、この新装備ちょっと試し切りするか。試し切り食らうぜ。お、いいね、二撃必殺、素晴らしい。お、さあ、来ました、神秘の泉、次こそ勝つぞ。よし、では、さあ、出てこい、ゴブリン。違うか、トロルか。俺、お前に勝つ自信しかないわ。俺には盾でガードという能力を手に入れた。フィギュアゴリラね、てめえを倒してやる。さあ、来い。待って、ガードできない。ガードできるよね、ガードできるよね。オッケーオッケー、ガードできる。いや、待って、ちょっと待って、あのね、
ガードと攻撃のタイミングちょっとずれてんね。待て待て待て、ガードできないんだけど。あ、ダメだ、踏み潰すガードできない。もう回避した。待て、ダメージめっちゃ食らってるんだけど。兵士の剣買ったから簡単になってる。こんなにもダメージが変化するものなのか。すげえ。よし、あ、やばい、なんだこいつ。お、すごい、待て。なんか、パターン変わったね。新しい攻撃方法を敵は身につけてきたぞ。念のため一撃必殺を回避しよう。うわ、走ってきてる。怖い。お前にそんな攻撃手段があったのか。回避して、オッケー。二段攻撃みたいな感じね。え、すごい強いんだけど、俺。で、これで後ろ回って、ぐらぐら、これ多段ヒットさせるね。この多段ヒット強い。楽しいんだが、ひたすら。多段ヒットをさせてく。オッケー、もう一回。最後だ。くらえ！これが、必殺奥義。倒したわ。新しいスキルゲット、100MP。来た！倒した。やったよ、みんな。これはもうね、装備ゲーですわ。よし、じゃあ、神秘の薬草、いただきます。母さんに薬草を。これはちょっと俺2000円払った価値はあるね。俺は面白いわ、このゲーム。さあ、戻ってまいりました。じゃあ、お母さんに薬草をあげましょう。入れて。オッケー。門を開ける。お母さん、持ってきたよ。薬草を。お、母さん、ついに薬草を手に入れたよ。私は心配するなと。もちろん。さあ、早く薬草を飲んでください。まあ、食い違いだよ、もう。よくないよ。もうちょっとゆっくり読ませてくれや。お。父さん、母さんが薬草を飲んでくれたからもう2日経つけど全然良くなりません。ダメじゃん。薬草は役に立たないみたいですね。じゃねえわ。あんなモンスターぶっ殺したのに。キングダムに行くには命がけだ。私はお前を失いたくないのだ、息子よ。でも、僕には母さんが一番です。父さん、涙目だわ。お前を失うわけにはいかん。私がキングダムに行って方法を見つけよう。王国があるのか。いえ、僕が行きます。どんだけ父さん信用できないのよ。あ、なんだ？なんか花火が後ろで上がったけど。あの光は、びっくりびっくり。父さん、光が森の中で、はてなはてなはてな。さお。ん？そんなはてな強調すな。あ、なんか来た。でかい。等身サイズの妖精みたいに出てきたんだけど。私を助けてくれたらお母さんを助けてあげるわ。等価交換なんですか、命ってものは。なんか謎のシールド貼ってるし。なんだって本当ですか。はてなちゃんびっくりびっくり。助けて、来て。てんてんてん。あ、なんか想像上なのね。でっけえフェアリー出てきたな急に。父さん、今すぐ行かなければなりません。おお、ストーリーが急展開すぎる。森の妖精を救出。なるほど。で、これで、じゃあこの村とはおさらばという形になるのね。多分さっきのあのゴブリンみたいなところ行くんだろうね。ということで、ファイナルソード、もしね、あの続きが気になる方いて、ちょっと続けてほしい、やってほしいっていう人がいたらね、コメントください。ということで、なかなか面白いゲームでした。おつ、バイバイ。